今西家住宅。今西家住宅は、奈良県橿原市の重要伝統的建造物群、保存地区として選定されている今井町にある歴史的建造物で、公益財団法人統治屋型主、今生家保存会により保存維持管されている。東京大学工学部建築学科による町家調査を経て、昭和32年、1957年6月18日に、国の重要文化財に指定され、慶安3年3月22日の記がある棟札が、重要文化財の付けたり指定取れた。その後文化財保護法により根本修理に着手することとなり、奈良県教育委員会が今西家から委託を受けて、昭和36年3月に起工し、同37年10月に竣工した。戦国時代の構造様式を残す建造物で、慶安3年、1650年に7代目、当主、今西正盛によって裁判を行うために改築された屋敷であり、住宅で別名、八つ棟、または八棟造りと呼ばれいる。また、天正3年、1575年、織田信長本陣となり、土間をおしらすに見立てて、お裁きが行われた。その折に、信長は、法費として様々な物品を貸しし、今西家を眺め、八つ棟と唱えて、本陣を後にしたことが、旧今井町役場の資料に残っている。現在の今、西家住宅は、1650年の改築以前1560年代に、今井郷の生誕の要塞として櫓及び住居が築かれていたことから2度目の不審である。今西家住宅北側の道路の本町筋では、住宅建物だけが、北側の道路に突出していて、東西両端で道が大きく、南に屈曲していて、前方の見通しが悪く、現在のように自動車が頻繁に通る都市としては、不当な街並みである。今西家の前を通る道路は、この角で折れ曲がって、小さい枡形を形成し、2階の窓は、町内の道をまっすぐに見通す位置に作られている。その機能も意匠も物見櫓とよく似ている。本建物の沿革については、解体修理の際発見された、瓦名や国名から述べると、平瓦の中に、明暦2年、1656年の国名のあるものがあり、明暦2年は、創立から7年後のことで、もし、この頃に屋根葺きが行われたとすれば、名のある瓦と同種の瓦が相当数出てこなくてはならないが、それらの資料の得られないところから考えると、何かの災害によって、応急的に一部の瓦が捕捉されたのではなかろうかと思われる。次に、元禄6年、1693年の瓦名については、慶安3年に創立されてから43年後で、相当数の平瓦が捕捉されており、また、文政8年、1825年の瓦名のある、瓦と同種類の瓦が半数近くあり、これらの時に屋根の葺き替えが行われていることが分かった。元禄と文政の修理は屋根だけでなく、外部台壁及び軒裏の塗り替え、内部間仕切りの改変など、相当大規模な修理が行われてきたようである。その後、昭和初年までは、記録的には何の資料も得られなかったが、内部の壁が3回くらい塗り替えられているところから、文政以降にも破損の都度修理が行われてきたようである。昭和2年、1927年の北、丹後地震により、本、建物西に接続していた牢屋と南の3階層が倒壊した。この頃には本建物も相当破損していたようで、特に西南隅の地盤沈下に伴い、本、建物が西に大きく傾いていたようである。江戸時代であれば、この程度の修理は、官費で賄えたであっただろうが、明治維新後は、廃藩置県によって、長年勤めてきた総年寄りの役職もなく、男爵位を、明治政府から進められたものの家族の資産等に、満たないほど窮迫していたようで、一市民としては簡単な修理が、精一杯のようであった。それで、牢屋や3階層の復旧は行われなかったが、牢屋接続部の屋根の修理と、これ以上本、建物が西に倒れないよう土間西側から斜めに、支柱を入れて補強し、別間も、本建物と並行して傾斜していたので、本建物と接続する桁、母屋などの黄化材を切り離し、別間だけ独立して、傾斜を復旧していた。この時2間南旧4条間の中央東西に、筋違い用の壁を新しく設け、同壁の北に、仏間側からの押し入れ、南か西に2階昇降口、東に別間座敷側の押し入れをそれぞれ新設し、2階も現在風に改変されていた。このようにして、別間の創立年代が明らかになり、昭和初年には立ちを直し、締め直しも行われてはいるが、軸部の主幹激しく、東大壁の主幹が特に目立ち、本建物に並行して、修理の必要があったのであるが、予算の都合で、壁の応急修理のみに留めた。今西家現在の宅地は、北、東とも道路に面して、九条通り、南面は、県道、御堂筋までになっているが、慈瞳公園南春日神社境内一円も、旧宅地であった。県道は、明治10年、1877年、明治天皇行幸の際に県に寄贈して開通したものである。また、今西や南側に、織田信長本陣跡の祠が建っていたが、第二次世界大戦の戦火を危惧し撤去された。なお、市に寄贈された西側の現慈瞳公園には今西家の茶室があった。2階正面の壁面には、向かって右側に川の字の井桁枠で囲み、川池の城門を入れ、左側にはひし形三段に重ねた武家を象徴する旗印をつけている。棟上慶安3年3月22日の棟札を持ち、今井町では最も古い建物で、文化財指定外の主屋南隅に接続する隅屋の離れ座敷、角座敷及び2階部屋も同期のものである。住宅としては、不便な土間部が平面形式の半分も占有し、上段が町や式台を配置して、格式を移植したことなどから陣屋として設計され、建築施行されたことが明らかである。入母屋造り、本瓦葺き、一部2階建て。北を正面として立ち、南側と北側にひさしを付す。また、南東側に2階屋の都市部が付属する。規模、南東都市部の属は桁行き 15.9 メートル、8間、張間 13.8 メートル。6間半、県高 4.7 メートル、軒の出 0.820 メートル、棟高 11.4 メートル、建築面積 215.2 メートル、延べ面積 326.2 メートル、屋根面積390メートル。間取りは、正半、正面から見て、右側大土間、お庭、東半を居室部とする。1階の居室部は2列6室の6間取りで、土間に面したヘタは、手前から、店の間、中の間、台所とし、上手、東側は手前から、店奥と呼ばれる、奥座敷、南戸、二間とする。仏間の南には、押し入れと階段を隔てて、8畳の離れ、座敷がある。この座敷部分が前述の都市部にあたる。土間の北西宮は、壁で区切り、下店とする。店の間、店奥、上の2階には、座敷2室がある。また、下店から大古港にかけての上部には津市2階、いぶし楼がある。中の間、台所、南戸の上部も津市2階とする。なお、各部屋の名称については、文化財指定後に、京町家を参考にして便宜上命名されたものである。棟札が残っているとともに、屋根の棟の端部を飾る鬼瓦に刻まれた刻銘、鬼瓦銘によって、慶安3年、1650年の建立年代が明らかであり、建物の妻面には複数の屋根の稜線が見える重ね妻の棟数多い建物で、天守に千鳥破風や塔破風をつけて外観を立派に見せる手法と同じであり、低い方の破風は構造上の必要性は全くない。また、外部白漆喰塗りにより柱を隠し、軒下まで塗り上げ、大壁工法を用い、白を思い起こさせる。建築様式である。大屋根、ひさしとも、本瓦葺き、外壁は、大壁白漆喰に仕上げられ、正面には、太い格子が入っており、2階窓の格子は、軒と同様に塗り込められている。梁は、細い幅の面を数多く作って、元の丸太の形をあまり変えない、売り向きといわれる、加工法で、戦国時代の城郭建築の特色を残している。井桁に組んだ太い梁の上に小屋束を立て、抜きで連結した豪壮な小屋組は、寺院の庫裏を見ているような錯覚を起こさせ、胸と直角に設けられた煙出しも、城郭を彷彿させる。平面形式は約半分を土間が占め、床上部分との境は鴨居、敷居が、とっとめ溝、月止め溝と一本引きになっており、板戸が入っている。このとっとめ溝は、他の間仕切りにも見られ、城郭建築に使われる技法である。これは、1560年代に建立された時の名残であり、土間に井戸が残っているのも籠城を考慮してのものである。床上内部では、長台構え、各間仕切りの敷居、鴨居が突き止めであることなどが1階平面の特質である。1階の居室部は前述の通り6間取りとなっており、そのうち4通りより、南の島、中の間、南戸、台所、2間が上段になっており、部屋境には太い上段がまちがついている。中の間は、古くは大江と言われた座敷で、畳十畳敷になっており、品格を生じるに、格好の間になっている。南戸との境に長台構えがあるが、この市民家に古式をとどめた、長台構えが完全な形で残っているところは、極めて少なく、貴重な存在である。南戸への出入り口は、長台構えの板戸を開け、一段上がった框をまたいで、入るのが、建前となっていた。長台構えの出入り口及び二段押し入れにはすべて、黒炉、猿落としがついていて、いずれも戸締まりが完全にできるようになっている。他の部屋にも、黒炉がついており、外から遮断できるようになっている。今井町でこのように、黒炉がついている住宅は他には見当たらないことからして、外敵からの防御を常に意識していたことが考えられる。2階には床付きの座敷のあることが注目される。2階にこのような座敷を作ることは階級意識が強かったこの頃では上から人を見下げるということで一般民家には用いることが許されなかった。現在、本建物が建っている位置は旧環郷集落の西端にあって、西の洋といったことから外敵を威嚇、あるいは防御する意味において、城郭を思わせる、建築様式を備えさせたものと思われる。したがって、本建物は故意に、北側の道路上、本町筋に突出していて、2階座敷北と東の両面に、塗り米のレンジ窓を設け、外敵の見張りあるいは、町内の動向を探るに、格好場所であったと思われる。なお、身分制度などの規制を強化した、元和元年、1615年の武家諸法度発布から、規制が緩和される、元禄時代までに2階床の間と式台があったことから、この家が武家であったことの証となっているのである。内方高さが、現行内方高さにあっており、畳寸法についても、9尺間法で、長さ6尺3寸、幅3尺1寸5分の現行京間の畳が、使われている。以上の特質のうち2階座敷、式台、上段が町を除けば、今井町に現存する古い民家に共通した構造形式を用いているが、その中でも旧型をよく保存されてきたのは、今西家住宅のみで、他の建物では随時改変されている。本、建物東南隅すなわち仏間南に2階や別間が接続しているが、この2階屋も、候補のものではなく、本建物と同期のものであることが分かった。この2階屋は、改変が激しかったために、昭和32年本建物指定調査の際は、一応保留という形になっていた。再度の調査で本建物と同期のものであり、当然追加指定ということも考えられたが、内部改造の激しかったことと、当主の希望などもあって指定しないことにした。別間の構造形式は、母屋と大差はないが、各部材の大きさの比例関係である木割りの小さいことと、一階南端柱間には、書院のような痕跡のあることから、南八畳間の座敷は、書院形式のものであった。仏間南現在押し入れのある箇所は、元東西に長い四畳間であって、この四畳間から2階に上がっていた。2階は現在前期四畳間上部は、現昇降口及び押し入れ、南に8畳間の座敷を有しているが、元は図紙形式のものであった。この別間と向かい合って、西に三階蔵と、主屋西川の堀沿いに、下屋があり牢屋であったが、昭和2年、1927年の北丹後地震で倒壊した。河井、今西家の先祖は、古代豪族、従四屋形主で、安寧天皇の第三子子吉彦命の後裔である。神武統制の大和平定において、子宮の弟子季が兄子季に降伏を促し、協力して子季屋形主を賜り、後に春日屋形主、従四屋形主と改めた日本書紀。南北朝時代には従四城主、従四民部太夫演武の次男、従一次郎太夫直武が、奈良県北葛城郡河合町大和河合にある、広瀬大社神主、にぎはやひ命の後裔である、曽根連樋口太夫、正行の婿養子となり、八千余石を領して、河合城を築き城主となり、河合民部所有中原遠征と称し、南朝武将として、後醍醐天皇を、吉野専行の折に放送し、楠木正幸帰化として従四円光と共に、足利義満と戦ったのが、河合今西家初代である。曽根樋口氏系図、河合長氏。筒井順慶に圧迫されて、今井郷に亡命した竜王山、城主従四円勝ちの後を追って、永禄9年、1566年に一族である、河合権兵衛城、清永、後改め河合町、左衛門正冬が、家臣と共に当地に移住した。従四家と河合家を頼んできた、河瀬新左衛門氏権を、石山本願寺、検女上人、三助の門流に属させて河瀬入道兵部坊とし、新しく今井里に道場を、永立して、住職とし、一向僧と結んで、時の権力者、織田信長と戦うために、町の周囲に、環濠土塁をうがち、西から、今井郷を守るべく櫓などを備えた城構え、現今西へ住宅地を築き城塞都市化した。また、春日神社と天台宗東の峰妙楽寺祭の上福寺を祭り造営した。元7年、1621年5月、大阪夏の陣の功により、郡山城主で、徳川家康の外孫の松平下宇佐、守忠明から、今井の西口を守ったことから、西姓を名乗るように勧められ、五代目から、金星姓を名乗った。その時に、長田名、来久二年を拝領している。その後、延宝7年、1679年に、今井町が天領になり、今西家は武士の身分を停止され町人身分になって、100年は余り、続いた自治権を執行することになるが、総年寄筆頭職を幕末期まで務め、廃藩置県後も引き続き、明治政府から市中取締りを命じられている。耳なし村大字従四にあり、戸一氏正生これにる、氏は、本姓中原と称し類大の豪族たり、その出つるところ三節あり、項は、和州従四城主氏正伝、従四の森本氏所蔵に、天神地号や命21世、孫鎌足長男、不人長氏竹友丸長氏11位右大臣、藤原豊成第一氏正2位大納言、藤原嗣成。オツは、国民、式に従四家中原氏、安寧の巫女、式継子の孫従四宿根に、中原の姓を、玉物太あり、体系図に、中原、本姓統治宿根、安寧天皇式継彦命の後なりと言えるに、総合府、すなわち安寧帝の巫女、式継彦命でつるところとなせり。兵は、大和の武士大宿所近番次第に、長谷川等従四姓中原、ある県主従四山城従十万石とありて従、四県の氏の中原とす。さらに、和州五軍神社記を関するに従四五県神社、また関ヶ浦に、県府に、県主神社有、すなわち加茂名、こと城主神長南なりまた天日家体の地、是中原連等のそなり感謝に、飛車ためりなりと見えその伝うるところ、近番次第に帰するものと、符号せり、よろしくこれをもってこれとなす駅か、主からはすなわち、当地の氏はすなわち従四県主にかかる、中原連氏にして、その先はこと城主の地より出て、春日県主第二地諸の四世50坂尾公に至り、春日を従四と改め、なおてこれか、県主に拝せられその孫従四県主大和尾子は、中原氏のとなれるものなり。大和資料より抜粋。住址県主系図話集住址上主市正殿、奈良県立奈良図書館像、女子、住址うねめ、藤原優子から、遠征、河合次郎太夫十五位下民部中原昭雄、河合、今西家初代から、宋、樹栄法院重則、住址壇上から、宋、栄工房院忠久、住址大全体円光、戸市小次郎常陸之助大寺院窓光大小寺。河合今西市伝、女子、和歌城主、秋山右近元親父家室成から、女子、住址左衛門上円検出省庁、清冬、次男、今西長兵衛。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。